今日は万宝天チョコレートのビター味を食べていきたいと思います。ほろ苦ココアの香りと余韻というわけで、前にも万宝天チョコレート紹介したことがあるんですけど、私はチョコレートといったらビターばっかりを食べているので、ほろ苦いココアって書いてあるのを見て、もうこれは買う気はないと思って買いました。前回よりも多分私好みの味わいになっていると思います。絶対美味しいでは食べていきたいと思います。はい、シックな感じのパッケージですね。お、見た目は前回と一緒のようですけど、ちょっと表面がね、ザラついた加工というかになっていますね。うん、シックですね。いただきます。美味しい。うん、前回食べた時にはココア感がねそこまで強くないよって言ってたんですけど、今回も、ココア感という感じで言うとどうなのかわかんないですけど、でもカカオ感はこっちの方が感じますね。ビターになって、うん、美味しい。美味しい。万宝天ココアを練り込み仕上げたビターチョコレート、滑らかな口どけのミルクチョコレート。美味しいうん、特に別にね、この下のミルクチョコレート部分がなくてもビターが好きなので、うん、好きな味だと思いますうん、苦いチョコレートが苦手だっていう人も、これは結構ビターチョコレートだけど甘さ加減は結構甘い気がします。多分この下の部分のミルクチョコレートっていう部分が甘さになっていて、あとはビターチョコレートの中にもココアというかね、多分風味というかプラスされていて甘いですね。いや、ビターなんですけど、苦いチョコが苦手な人とかでも、うん、うん、甘さが感じられて食べられるチョコレートだと思います。美味しいな上の部分だけ食べてみよう。うん、上の部分だけ食べてもそこまで苦いみたいな感じではないですね。うん、うん、美味しい。甘すぎないチョコレートが好きな人にはおすすめのチョコレートだと思います。それでも甘さはちゃんとあって、
ココアのね風味っていうか感じることができるので、食べやすいチョコレートだと思います。というわけで今日はバンホーテンチョコレートのビター味を食べてみました。美味しかったです。おしまい。